皆さんこんにちは、ゼロです。さあ4回目の配信ということで、こちら女性のお手伝いさんのアンドロイドの方の、ストーリーとなります。爆睡してるやんこいつ。めっちゃ可愛くないこいつ。風邪ひきますよ。お夕食です。そうか、今行く。仕事もせんとこいつって何をしたんだ。あり合わせのものですけど、これしかなくて。電気つけようぜ。暗い暗い。確かに暗い。つけようつけよう。アリスとトッドのコップに水を注ぐ。妙な人生だ。ナフキン先にしてあげる。俺はアンドロイドのせいで職を失った。だがどうだ、自分家の家事を誰がやってくれてる。どちらさんだ。憎ったらしいアンドロイド様さ。笑えるぜ。今じゃ誰も人間のことなんか気にも留めちゃいねえ。機械の方が便利だからな、アンドロイドね。ったく、なんでこんなおかしなことになっちまったんだい。はよ食えって黙って。おい、何見てんだ。何だってんだよクソガキ。こんな暮らしうんざりだってのか。当たり前やろこんなもん。絶対うんざりやろこんなもん。俺だって苦労してんだよ。どうせお前はこんなボロ屋に住んでるのは全部俺のせいで、母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろ。薬はやめて、トット。怖がらせるのはやめて、トットだと。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミクズみたいに捨てて会計士と一緒に逃げやがった。お前のせいだ。やめてパパ。全部お前のせいだ。かわいそうやろこれって。ごめんなって始まるやろ。おい、どこ行く。おい、どこに行く。今すぐここに戻ってこい。八つ当たり来るんじゃない。そこにいろ。一歩でも動いたらぶっ壊してやるからな。怖い。一言もなく消えやがった。めっちゃ肌綺麗じゃないこの人。慣れたかもしれないってのに、あいつは俺の気持ちも知らないで。あいつのためなら何だってやったってのに。でもあいつにはそれだけじゃ足りねえってのか。声優さんめちゃくちゃ気合入ってるやん。しかもめっちゃ吸ってし。あのクソガキのせいだい。なんでよ。お前のせいやろ。そもそもムカついてきたぞ。なんか全部あいつのせいだい。誰がボスか教えてやる。子供相手に誰がボスかって、そんな情けない話あるか。アンドロイドまばたきしてますね。いや火事になるって、そんなのこそ。ちゃんと分からせてやるよ。アリス、パパは怒ってるんだよ。ちゃんとお仕置きしてやらないとな。ああそうだ、たっぷりとな。やばいやつやなこいつ。どうする、止めに行く。さっき怒られたからな。アリス、
どうしよう。動くしかないやろこれ。動こう。こんなんも見とれんわ。ほら動けー。守ろうハリスを。ここは行くしかないわ。人として、いやアンドロイドとしても同じや。ほらさっさとこっちに来い。武器武器。行こう。トッド、お前は最後だ。これでいい。行くぞ突撃。やめて。やめなさい。もうやめて。てめえ何してんだ。銃下ろしてさっさとこっから出てけ。これは命令だ。いいえ、その子に手を出さないで。なんだと。手を出すなだと。どうするってんだ。俺を撃つつもりか。人間を撃つってのか。お前故障したんだろう。なら俺が直してやるよ。危ねえ危ねえ。ガセガセガセ。はい、こういうの得意よ。ボタンカール危ない。はいはい、残念。はい、こっちこっち。こっちに来い。はい、あぶね、あぶね。はい、あぶね。戦え戦え戦え。よらー、キックキックキック。よしよしよし。はいはい、大丈夫。はい、大丈夫。やめてパパ、お願い。はいはい、全部成功。オッケー。黙って命令にした。はい、かわす、かわしていく。あぶねえ。あらー、いっけ、こんな野郎。どなた？え？ベルトル、どなた？刺さった？あ、撃ったんか。終わった。逃げよう。人間よりも人間じゃやこいつ。でもね、泣きそうやなこれ。感動感動。それじゃバスに乗ろう。乗って早く。いやいや、お前もここに乗ったらまずいやろ。後ろ乗らんと。優秀やな、 AX400。 今のどうよ。いい仕事したやろ俺。結構なんか展開、あ、いろいろと分岐点あったけど、いろんな展開あったんかこれ。でも一番上に行った感じ、いい感じこれ。新たな我が家で銃を見つけた。銃を手に取る。ここら辺分岐か。銃取らずに行ったらどうなってたやろ。それも結構あれやね。でもこれって一番いい展開じゃなくてちゃうんかな。それとも黙って行ったら、さっきの女の子がやられてしまって黙って見てくってなったらまた違うストーリーになってたよね。めちゃめちゃ分岐あるなこれ。 OK。 はい、
というわけでね、今日はもう時間なんで10分ぐらい経ったんで、これで終わりたいなと思います。さあ、だんだん面白くなってきました。なんかね、アンドロイドが人間の感情を持ち始めてるっていうのはよくわかる。やっぱり機械でも AI になるとね、自分で学習していく機能があるんかわからないですけど、なんかいろいろと考えさせられる、あれですよね、あれなんですよはい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。